イベリア半島における音素、シータの分布、ありなし赤い線は、一種の言語の使用範囲を示すアンダルシア州における、セセオの分布、シーチオセセオ区別ありセセオとは、スペイン語の音素、シータを、エスと区別せず、エスと発音する現象のことで、中南米のほぼ全域、アンダルシア州の中部を中心とする地域、カナリア諸島などで見られる。 そのように発音する人はセセスタ、またはセセアンテと呼ばれる。逆に S をシータと発音するシーチオという現象もあり、これはアンダルシア州南部で見られる。セビリアはもともとシーチオの地域であったが、現在はセセオが一般的。ラテンアメリカの一部地域では S とシータはンであり、稀に S をシータと発音することもある。また、 シーチオにおいても S を常にシータと発音するのではなく、音声環境によっては S と発音することもある。S の発音自体、セセオの地域とそれ以外の地域で差異がある。アンダルシアや中南米では英語の S と同じ発音をするが、スペイン中部、北部では下を往生にして超音され、ややに近く聞こえる。ガリシア語でも同様にシータ、 S, s と発音する現象があり、これもセセオと呼ばれる。現在の音素、シータは15世紀以前は、ts であった。さらに古くは、ts、z、dz があり、それが合流して z、c、ts となった。ts が15世紀に、スペインの大部分では、シータ、アンダルシア州中部では、s へと音韻変化を遂げた。大航海時代、 中南米のスペイン植民地への植民者の多くは、アンダルシア中部出身であったため、セセオは、中南米全域で見られるようになった。また、15世紀以前、S は、有声音管では優勢化し、Z で発音された。従って、本来区別していた、S、Z、TS、DZ という4種類の音素が、現在のセセオの場合区別されず、一違いに、 S, s と発音されるようになった。この点では、日本語における4つかなの音韻変化と類似している。ありがとうございます。